どうもおじいちゃんです。今日は太鼓の達人 Wii U やっていこうと思います。前回おうち太鼓で遊ばせていただいたんですけども、そのコメント欄にですね、熱血なタタコンファンの方がいたということで、本日はタタコンやっていこうと思います。まあ一旦判定を思い出すっていう意味で何曲かアップしていこうかなと思います。夜放しディセーブ普通に難しいんでね。ということで、まあ、なんか出てこい。おお。アップにしてはきついですね。上手くない？その後がダメだ。間違えた。え？じゃあということでやっていこうと思います。夜放しディセーブ。ありがとう。これさ、今になってさ、夜放しディセーブやりたい人いっぱいいるよね、きっと。これ俺空色ぐらいの頃によくやってたんだけど、めっちゃ楽しいよ。まあ、当時缶22までしか減らなかったんですけど、今になったら全量はできるんじゃねえかっていうことで、今日は夜放しディセーブやっていこうと思います。いい感じに音楽が終わりましたね。はい、じゃあやっていきます。やば、いやーあ、ちょっと待って、ごめん、声が漏れる。ちょっと一旦黙ります、すいません。いや、ここなんだよね、結局。ここのアレンジで飯食ってるから、マジで。マジで楽しい。むずい。ここがね、鬼むずいんですよ。とまあこんな感じの譜面ですね。か27負荷に、まあ多少ふざけたけど、さすがに当時よりは上手くなってる感じがありますね。このか27を今日はゼロにしたいと思います。いや惜しい。ドラム自体全力でいきそうだった。しかできん。動画で独り言を言うことしかできん。うわあめっちゃ緊張したわ。バチ落ちたし。あのガチでこれも掃除します。この世から。余計なことすんなってマジで。夜が次第にな反射してツービートで光って、たまには朽ちちゃっていいかな。もう無理。もう無理。
ったり電動できそうな感じかな。言ってね、星10ではないので。あもう本当に泣きそう。もう楽しさより辛さが上回ってる。もう誰か俺を助けてくれ。よっしゃー、ふう、やっと全量できた。これ全量だね。これは間違いなく全量だね。誰がどう見ても、全量だね。僕もう4時間夜話ディセーブって壊れちゃった。仲間は死なせない。気をつけな。